甲子園歴史館は2010年3月14日に阪神甲子園球場のガイアスタンド内にオープンした博物館。同球場を呼び、同球場を本拠地とするプロ野球チーム、阪神タイガース、高校野球、大学アメリカンフットボール大会、毎日甲子園ボールの歴史や関連物品等が展示されている。日本高等学校野球連盟、朝日新聞社、 毎日新聞社、阪神タイガースの特別協力により、阪神電気鉄道が運営する有料施設である。なお、本校では、甲子園球場隣接の複合施設、甲子園プラスについても記述する。1985年に、阪神タイガース球団結成50周年を記念して、ライトスタンド内に開設された、阪神タイガース資料館を前身とする。 2007年から行われた球場の全面改修に伴い2008年の選手権大会終了後に閉鎖した資料館を2009年度の第3期工事を機にレフトスタンドした移転した上で甲子園歴史館と解消。甲子園を舞台とした高校野球や毎日甲子園ボールの資料も関係機関、個人の提供、協力のもとに展示するようになった。 甲子園歴史館としての開館後は NHK、朝日放送、毎日放送が所蔵するスポーツ中継、ハイライト映像の一部をテーマごとに館内のモニターで放送。タイガースの選手に焦点を当てたドキュメンタリー番組の放送済み映像の一部も専用のパソコンを通じて無料で鑑賞できる。また、スタジアムツアー、企画展、トークショーなど、 歴史館主催イベントを随時実施している。タイガース関連の展示物の一部は、阪神タイガース資料館でも展示されていたが、関係者の話によれば、同資料館では、高校野球、甲子園ボールの資料を全く持ち合わせていなかったため、資料の収集、寄贈依頼、所有者からの展示許可などで日々、頭を悩ませたという。しかし実際には、 甲子園での高校野球大会へ出場後に、プロ野球へ進んだ、現役選手、OB や、過去の大会出場校から、現物資料が多数寄贈された。また、甲子園球場で、開催のプロ野球、高校野球で特別な記録が達成された場合には、達成の際に使われたボールやバットが、主催者から寄贈されるようになった。 開館初年度の2010年7月29日に来館者10万人を達成。同年度は15万人を記録した。その後、2018年7月26日には累計100万人に到達。2018年は開館以来過去最高となる18万人が訪れた。レフトライトスタンド下やスコアボード後方のスペースにまで拡張した展示スペースの総面積は、 1> 約1200平方メートルと、資料館より格段に広いものとなった。しかし、開業当初は約2000件だった。収蔵品も2020年1月時点で4000点を超えるようになったものの、球場全体の構造上の制約などから、歴史館内の展示品は収蔵品の半数程度にとどまるなど、再び展示スペースの不足が課題となっていた。その解決策に加え、 365日にぎわいのある、ボールパークエリアの形成、スポーツをテーマにした街づくりを目指す。計画の一環として、球場南側の私有地を利用して、歴史館の一部機能を内包する複合施設、甲子園プラスを開業するに至った。 郵便番号663-8152兵庫県西宮市甲子園町一の82いずれも2014年度以降の料金で団体とは事前に予約を済ませた20名以上の団体を指す。なお、阪神タイガースをはじめ NPB12 球団の公式ファンクラブ有料会員を対象に割引サービスを実施。受付で 当該ファンクラブの会員証を提示すれば、大人、子供とも、下記の一般料金を100円ずつ割引開館当初は、阪神タイガースファンクラブの有料会員だけに、割引サービスを適用していたが、2013年2月20日からは、適用の対象を、他の11球団のファンクラブ有料会員にも、拡大している。また、甲子園歴史館クラブ会員証、 障害者手帳、療育手帳、歴史館主催イベントへの参加申し込み者宛てに郵送されたはがきのいずれかを持参した入館者にも同様の割引サービスが適用される。入館料入場券には QR コードが組み込まれていて受付をこの入場ゲートに設けられている自動改札機風の読み取り機にコードの印刷面をかざした上でコードの読み取りに成功すれば ゲートが自動で開くようになっている。このため、招待券や阪神電気鉄道の株主優待券で入館する場合には、受付で当日入場券と交換する必要がある。当日入場券には、入館日に催されている特別展示、阪神タイガース、高校野球に関する記録写真もランダムに印刷されている。開館当初は受付と、 自動券売機で販売していたが、現在は、受付のスタッフからしか購入できない。電子チケットのポータルサイトである、ウェブケットでは、個人情報の登録、クレジットカードでの決済、入館10分前までの手続きの完了を条件に、前売入場券を販売している。前売入場券は、購入日から30日間有効で、入館時に受付提示すれば、 入場ゲートへ優先的に直行できる。ただし、料金は上記の入館料と同じで、1回の手続きにつき、最大で10枚までしか購入できない。スタジアムツアー参加料歴史館が集合、出発地点に当たるため、この入館料を含めた料金として設定。参加日、時間帯を事前に予約した場合にも、集合の際に歴史館の窓口で支払う。 ツアーの詳細は以下を参照のこと。ただし、前売り入場券で入館する場合には、ツアーへ一切参加できない。野球文化の振興や、野球ファンの裾野の拡大に貢献するという趣旨で、甲子園歴史館の開館と同時に設立された、会員組織。施設の充実や、運営資金の支援などを目的に、以下の区分で会員を募集している。いずれの会員も、 入会後に事務局から会員証を交付。入会後初回分の歴史館入館料が無料になるほか、スタジアムツアー料金、2回目以降の歴史館入館料、併設のスタジアムショップにおける歴史館グッズの割引などのサービスを受けられる。甲子園プラスは、阪神甲子園球場に隣接する複合施設。2022年3月開業予定。 商業施設としての機能のほか、歴史館の一部機能を移転し歴史館の展示スペースの拡張にも活用される。コンセプトは野球、スポーツ振興の場、地域の憩い子育て学びの交流拠点。かねてから懸念されていた展示スペースの不足に対する解決策に加え、365日にぎわいのあるボールパークエリアの形成。 スポーツをテーマにした街づくりを目指す計画の一環として、さら地となっていた、球場南側の私有地に新たに複合施設を建設することを計画。2020年までの着工、2021年からの開業を予定していたが、新型コロナウイルスの感染拡大の影響で、計画自体を約1年延期、2022年春の開業を予定している。 2021年11月1日には、ボールパークエリアに新たな価値や体験をプラスする甲子園球場別館という意味で、複合施設の正式名称が甲子園プラスに決まったことが発表された。施設完成後は、従来の歴史館の展示ゾーンに加え、施設の2階を甲子園歴史館フロアに設定することによって、展示スペースを 従来の1.25倍に拡張。歴史館の開業以来受付とスタジアムショップに活用されてきた1階のスペースは飲食、物販関連の常設店舗へ転用する。また、従来の展示ゾーンと甲子園歴史館フロアをデッキで直結させるとともに地上と展示ゾーンを直結するエレベーターを新設。さらに、甲子園プラスとガラ,ラポート甲子園等。 デッキで直結させることも計画されている。2021年11月発表のプレスリリースに基づいて記載。野球用品専門店やファミリー層を中心に人気の飲食店が路面型で出店し、地域の賑わい喪失を図る1階の商業フロア、一部移転、拡張した歴史館に実際に体を動かして野球を体験するゾーン、店内に 野球関連の書棚を配置したカフェを併設し、歴史館と一体的な空間づくりを図る2階の甲子園歴史館フロア、スポーツ学び子育てを通じて、地域の交流拠点となることを目指す3階のキッズフロアによって構成される。いずれも甲子園プラスへの一部移転に伴う拡張前の内容をもとに記載。歴史館の移転、拡張を機に、甲子園。 プラス2階の甲子園歴史館フロアへ移設。改修前に撤去された施設の一部を展示。歴代出場校のユニフォームヘルメットや歴代大会のパンフレット、写真を展示。これまでの試合のダイジェスト映像もモニターで随時流している。開館日や時間帯によってはバックスクリーンウォーク2と3の間に設けられている屋外階段から スコアボード真下の展望スペースに出られる。この場所は上下二段式のバックスクリーンの中間スペースに当たるため後部バックスクリーンの前から球場全体を眺めたり写真を撮影したりできる。入場可能な時間については開館時間を参照。プロ野球の試合前の練習時間と重なる場合には練習へ支障をきたさないようにバックスクリーンと 同色の可動式スクリーンが並べられるため、スクリーンに開けられた長方形の穴から、球場全体を覗くことになる。なお、甲子園プラスへの一部移転に伴う拡張後も、蒸気の展望スペースを引き続き設置する予定。阪神甲子園球場バックスクリーンから、本類方向球場のライトスタンド下に設けられた展示コーナーで、歴史館の入り口。 出口から一番奥にあたる。バックスクリーンウォーク3と甲子園ヒストリーの間に設けられた展示コーナー。下記の企画によっては、来場者からアンケートやメッセージを募った上で、その一部を展示している。高校野球の企画展示については、選抜高等学校野球大会の優勝旗、優勝杯、準優勝旗、全国高等学校野球選手権大会の優勝旗、 優勝立てをいずれも開会式終了翌日から決勝前日まで公開。公開中は大会に出場する全校の公明版を記念撮影用に置いている。2018年からはトリックアートを活用した記念撮影スペースをコーナーの一角に設置。以下の展示内容やタイガースの選手にちなんだ写真をトリックアートのモチーフに用いている。 2010年、2011年、2012年、2013年、2014年、2015年、2016年、2017年、2018年、2019年、2020年、2021年、歴史館1階の出口付近に併設されたショップで、タイガースや高校野球グッズに加えて、歴史館オリジナル商品も販売。2014年3月21日からは、歴史館初の図録。 甲子園歴史館コレクションの発売も開始した。行くかのコースがあり、日時によりコースが決められている。基本は事前予約制で定員になり次第締め切りとなるが、ツアー当日に秋がある場合は当日参加も可能である。ツアー中の写真撮影は可能だが、見学箇所間を移動中の通路での撮影は禁止されている。グラウンド3類。 側ベンチ、三類即室内練習場、三類、側ロッカールーム、高校野球期間中の監督、選手インタビューやタイガース勝利時の監督インタビューに、使用する三類側通路のインタビュースペースなどの、見学が基本だが、稀に、ロイヤルスイートが見学できるコースが設定されることも、ある。また、シーズン中では公式戦前の練習を、 スタンドから見学することができるものもある。ただし、試合前などは見学のできる場所が限られる。R1 コースでは、ゲストのタイガース OB が同行することもある。なお、グラウンドや室内練習場の土の部分には、立ち入ることはできないが、グラウンドの土が入った箱が用意されており、これで、甲子園の土を触らせてもらえる。R2 コースは練習見学のみのコースで、 2011年4月12日から新設されたコースである。プロ野球のオフシーズンにも、球場、貸し切り以外の日には、一部のコースでスタジアムツアーを実施している。2012年2月には、前年9月からメルセデスベンツ製のリリーフカーが甲子園球場に導入されたことにちなんで、スタジアムツアーの中に初めてリリーフカーの撮影会を組み込んだ。 2012年1月7.9日には通常のコースによる見学の途中で球場のマウンド上からの投球や三塁、側ブルペンでのキャッチボールを経験できる記念投球イベントを1日3回にわたって開催。前年11月にハガキで参加者を募集したところ応募者の総数が定員の約12倍に達したため参加者を抽選で決めていた。一行も オフシーズンにこのイベントを開催。2018年からは、ナイトゲーム終了時のような気分を一塁側のベンチなどで特別に堪能できる、ナイトツアーもオフシーズンに随時実施している。歴史館は2021年プロ野球シーズン中の9月6日から一時的に休館しているが、スタジアムツアーは内容の一部を変更した上で、 同年11月28日まで開催している。歴史館の開館を前に、阪神電気鉄道、日本高校野球連盟、毎日新聞社、朝日新聞社、阪神タイガースによって発足された期間、甲子園球場と縁の深い著名人、有識者を顧問に迎えている。歴史館のオープニングセレモニーでは、当時の顧問が全員出席。 以降も年に数回、顧問を交えての理事会、定例報告会や、顧問による企画、トークイベントを実施している。現在、開館初年度から在任過去。ありがとうございます。